隊長ゆる。こんにちは、ポコミです。はい、始まりました、旅娘、イエーイ。ということでですね、この番組は私と誰かが一緒に旅行をするという番組になっております。最終的にですね、でその旅行の内容をですね、パチッコ打って決めていくという感じになっております。まあいい感じにゆるくやっていけたらなと思っております。詳細はこちらです。娘とはポコミと妹分のライター、ハッチ、ユッケ、リンカ隊長、ルルが繰り広げるパチンコ旅番組。実践は毎回ポコミと妹分の誰かで行い、プラス定まを目指しちゃいます。ここで重要となるのが、旅の内容が定まで変化するということ。簡単に言うと、プラス定まが多ければ多いほど豪華な旅に行けちゃいます。ゆるいルールの旅娘、どんな旅になっていくのか。はい、ということでですね、前回の実践で、旅の行き先がですね決まりまして、関東から出れない関東ってことですねに決まりました。はい、まあ今日のね、今回の実践でまた旅の詳細を決めていこうと思うんですけれども、今回もね、可愛い妹分をお呼びいたします。この方です。こんにちは。すごく会いたかったです。いやいや、私もですよ。実物ちっちゃいですね。ちっちゃい、すごいちっちゃいですね。そうでもあんま変わんないの。てか今日被ってない？思いました。私もなんかマスタブリーかなって。私もこれ外そう。じゃあ私も脱ぎますか。いや、私は脱がないけど。すごいもう丸かぶりで、もう今日いけるんじゃないかっていう。多分いけますよ。今日はとんでもない日になる予定ですよ。これは出来のいい妹分になろうかなって思ってるんで。あー、すごい頼もしいの来てくれました。本当にもう初めましてでね、ちょっと本当すごくすごく会いたくて、ありがとうございます。私の周りにファンが多いんですよ。可愛いから。いやいや実物は完璧でした。こんな感じだけど。まあどうですか、旅は。楽しみですね。関東、関東なんですよ。関東なんですよね。関東ですよね。関東っていうのは決まっちゃってて、はい、できれば私沖縄とか行きたかったんですけど、まあそれはもうダメ。あ、ダメですか。まあね、関東でもね、侮れませんから。関東ってどこがあります？私バカでちょっと分かんないんですよね。関東が一体どの、 あの県に入るのかっていうのがいまいちピンとこないんですけど、まあこの辺ってことですよね、きっと。とりあえずここら辺だよ。あ、この辺、この辺だと思うよ。まあそうですね、まあ関東からまあ出れなかったとしても、うん、で関東から出れたとしても多分よく分かってないよ。多分分かってないです。多分よく分かってないわ。全然分かってないよ。よく分かってないわ。まあ行ければいいかなみたいな感じです、まあ、私の中では。とりあえずまあエリアは、まあ、はい、遠いとこには行けないですけれども、はい、まあ、全然まだまだいい旅行にすることはできると思ってるんですよ。はい、でそのね、詳細をね、はい、今日決めるというふうに聞いてて。はい、そうなんです。今回の実践で決まる詳細はこちらです。今回の旅娘で決めるのは宿泊先。なんとトータル定ま5万個以上で最高級旅館にご招待。しかし定まマイナス1万個以下は野宿という過酷なルール。女の子だけの旅娘、野宿だけは避けなくちゃ。じゃあマイナス1万発で以下で野宿だから、はい、マイナス9000発ぐらいまでだったら満喫なのね。ギリギリ満喫です。満喫も嫌だけどね。ギリギリ、まあ、もう最悪。とんでもないよ。何が旅行だよ。旅行しましょう、満喫で。関東の、関東の満喫しようよ。満喫で旅行しましょう、いいとこ行こうよ。一緒にゲームしましょう。やだよ。いやいや、それもね、ちょっと嫌いじゃないんだけど。結構引きこもりがちだから嫌いじゃないんだけど。結局出せばいいんですよ。そうそう、出せばいいから、今日のこの感じだと大丈夫だから。いける気がするんです、私。すごくいける気がするから、この勢いでも行っちゃおう。もうホール行きますか。もう行きますか。もう行きますか。いや、もうさっさと行こうよ。そうですね。パパパパと、じゃあパパパパと出して。いや、パパパと出して。じゃあ行きましょうか。行きます。じゃあ実践スタート。今回旅娘がお邪魔したのは東京都墨田区にあるマルホン。地下
鉄押上駅縁入出口徒歩1分。設置台数はパチンコ241台、パチスロ113台。世界一の電波塔に一番近いパチンコホールとなっております。はい、ということで実践していきたいと思います。頑張りましょう。頑張ろう。頑張るぞ。今回の実践機種はこちら。まあまあ言ってもね、229分の1ですから。約されど229分の1ですよ。いやいやいや、もうすぐ当たっちゃうから。言いましたね、言いましたね。私隣で拝見しますよ。大丈夫大丈夫大丈夫だから。うん、多分ね。難しいですよね、5万発って。2人で2万5000発出せばいいから。え、じゃあ私1万発でいいですか。いやいやいや、まあいいよ、大丈夫大丈夫大丈夫。先輩やってくれますよね。大丈夫大丈夫、任せて。大丈夫だから。安心して、大丈夫だから。そんな約束して平気。どうしよう、私なんて呼ぼうかな。今日初めてだから。はい、もう好きなように飲んでください。なんて呼んでほしいとかは。そう、もともとハチなんで、うん、ハチちゃんとかさんはなく、ハチでいいんですけど、なんか皆さん私のことただハチと呼ぶのが好きじゃないみたいで。なんで？なんか適当になんかつけたがるんですよ、歯の下に。例えば？ハツアン。ツアン？ハツアン。まあ、じゃあツアンでいい。ハッツかけないですよね。つわんでいい。ダメ。全然いいっす、ね、あ、いいの、ね、本当に。つわん。ということで、ハッチ改めつわんに決定。つわんは、はい、パチママ登竜門プロジェクトで、はい、応募してきてくれた。そうなんです、わけなんだけれども、数ある難題を乗り越えて、結構ね、女子ライター部門で入ってきて、はい、応募者結構いたもんね。分かんないですよ、どのぐらいいて、そう、どのくらいの中から絞り出されたかっていうのが分かんないんで。まあ私も分かんないんだけど、でもいっぱいいた。ごめん、分かんない。私もね、実は分かんないけど、でも、はい、結構いたって聞いたから、はい、選ばれし女子ライターですよ、私の可愛い後輩。選ばれたんですかね。いや、選ばれてるよ。それは全然選ばれてるから。ですか、ね、それは大丈夫。それは本当大丈夫。え、このさ、はい、パチマガでお仕事してる以外に何かやってたりとかは。やってますよ。何やってんの。お昼はコーヒーレディ。あ、そうなんだ。夕方は、え、夕方居酒屋さん。あ、何、2つ。はい、いや、なんか家に行くのにはやっぱり、金ね。そうです。え、それだけのため。もう、あ、でも多分それが7割8割ぐらい理由ですね。パチンコ好きだね。大好きなんです。あの、なんかコーヒーデリーのなんかとこによって、はい、なんか球出してるとこにしかこうやってやんないとこと、あ、全員やるところってあるじゃん。はい、どっち。いや、私は回転数見ます。あの、出てないお客さんの回転数見て、あ、多分すごい機嫌悪いなと思ったら、チラッて、あ、チラッて、一応出すけど、チラッみたいな。チラッて、早い、チラッて、早いよね、うん、無理に買ってとは言ってませんよみたいな。あー、優しいね。私もたまにあのコーヒーレディさんから買うんだけど、はい、なんか買わないって思われてるのかわかんないんだけど、なんかすぐ行っちゃうんだよね。行っちゃうから、はい、いつも引き止めるの大変なんだよね。待ってみたいな。そうぜひぜひ皆さん買ってください、コーヒー。ハッチの手作りコーヒー、ぜひ買ってくださいね。キャッハゾーン来たよ、キャッハゾーン。超待ってました。お待ちかねのキャッハゾーンに突入。これね、初めて見たときさ、びっくりしなかった。これですか。なんかちょっとざわざわするじゃん。え、なんか初めて見る前に私 DVD で見ちゃったんですよ。ああ、そっか。そんな話をしていると、マジで当たった。あの、先輩当たりました。おめでとう。図柄バトルから4ラウンド当たり。え、
SC じゃないけど時短があるから。え、でも早いね。はい、でもなんか全然全然、え、多分ジャギだった気がするんですけど。あ、図柄バトル。はい、いやこれはね、いいパターンだよ。本当ですか。これね、時短で引き戻すパターンだよ。いやすごい、来ましたね。そこはうって言おう。そこはうってないですかね。ないですか。言わない。不安なんですけど不安なんですけど、パチンコはね、気合だからですね、うん、気の持ちようですよね。そう、ということで気合を入れたハッチ。あれ、あ、30。まあそんな強くはないけどな。どうかな。大当たり。野宿やだ、野宿やだ。ノット野宿、ノット野宿。大丈夫、いけるいけるいける。ようやった、ようやった。ほら言ったでしょ、当たるってね。4回転ね。しかも黄色い保留でした。なるほどね、黄色かったんだ。黄色かったです。やってくれるこの子は。わずか4回転で大当たりと引きの強いハッチ。めっちゃ好き。カラオケとかよく行きますか。めっちゃ行く。なんかパチンコ打つとカラオケで歌う曲ってパチンコ側によりません。パチンコスロット側によりません。パチンコの曲ばっかり歌うですよね。え、言うて何歌います。え、なんでも。だいたいパチンコに使われてる歌は結構なんでも歌う。え、じゃあ今度ぜひちょっと。え、じゃあ行こうよ行こうよ。パッキーロとかめっちゃ歌う。本当ですか。え、じゃあこれで野宿を回避したらカラオケ行きましょう。内緒で。別に公表してもいいと思う。内緒でそれ意味わかんないです。おしなべでカラオケ行きましょう。そして ST 中のハッチ。出る要素全くないですけど大丈夫ですか、ね、いやいや、まあわかんないわかんない。まだ50もあるからね。言うでもう50ですよ。大丈夫、まだ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 50あるから。保留変わって。これね、赤保留になれば結構熱いから。でもわがまま言わないで黄色でいいですもん。黄色ね、リーチ確定ではないんだよ。あ、そこがねちょっとねあれなんだけど。マジかー。奇跡、奇跡、奇跡を。ハッチ、ST も残り少し。これで終わっちゃうの？あー！いや、笑いすぎ。笑いすぎだから。抜けちゃった。いや、いいよ、いいんだよ、引いただけいいんだよ。そうだよね。見てごらんよ、私を。ほら、ないから。ね。現在の宿泊先候補は漫画喫茶。まあでもとりあえず1回当たったんでね、野宿はねないとは思うんですけど。さすがにないでしょう。野宿はってマイナス1万発だよ。でもちょっと思ったんですけど、あの関東じゃないですか行き先が。関東で野宿だったらまだ我慢できるかなみたいな。え、なんで。え、だってなんか地方に行って見知らぬ土地で野宿するよりもこの辺で野宿した方がまだ良くないですか。だって東京のさ、東京の道汚いんだもん。地面さ汚くない？東京。確かに。やなんだよ。確かに確かに。東京来てさびっくりしたのがさ、もう地面の汚さ。もうね、ガムのなんかぺちゃんこになったやつとか。それどこにでもありません。そうだけど。それどこにでもありません。汚いなと思って。嫌なんだよね。で、あとなんかね、危ないそうじゃん。あー、怖い人が多いってことですか。うん、まあどこで野宿させられるのかわかんないんだけど。橋の下。と野宿の心配をする二人。7点って暑いですか。あれ暑いよ。7点暑い。再びハッチにチャンス。でもなんかそれ以外何もないですけど大丈夫ですか。ほら。いやいやいや、わからん、こっからこっから。発展先は？あ、お、赤、赤ね、キリンさん。いやでもね、あるよ。
お、ユリア。ユリア、どうこのステージにいた。はい。あ、そうか。あ、このステージじゃない。あ、全然見てない。まあまあまあ、いやいや。大当たりをゲットして目指せ最高級旅館。でも7点はね、え、なんかここの下の液晶が変わって最終段階まで多分言ったのかな、なんか北斗がなんか言ってて、でなんかあのデブのなんかランプのせいみたいなやつが刀もあったんですかランプのせいランプのせいね、わかりますか、うん、言ってることわかる、うん、でなんか図柄リッチにするかしないかみたいな、あ、多分リッチになるんじゃないかなみたいな、あ、でもチャンスアップないですよ。そうだ、ユリアさんそのままでした今。あれ、この時かっけ、ユリアの逃げるシーンなかったね、なかったです。いや、わからんよ、わからん、なあ、わからない、キュピーキュピー、え、まあなんかでもそんな、そんな気しません、レイが来るかもしれない、レイが、レイはショウ、うー、コズ、見せる私この子はね違う、見せてくれる、言うても私一回もね言ってないからね、あの龍がリーチしか見てないから、マジかそうマジかと、ここでポコミが、やばいよ、1万円使っちゃったまだ大丈夫です、まだ大丈夫です、大丈夫だよね、まだ私大丈夫かな、大丈夫大丈夫です、そうだよね、ココミ本当に大丈夫なの、最近はルパン以外でお気に入りの機種ある、もっぱらアマデジしか分かんないんですけど、あ、そうなんだ、ほとんど百花繚乱、サムライガールズとか、戦国シリーズ、戦国乙女、あ、平和大好きなんです私、平和さんのアマデジが、特に、うん、おっぱいのでかいキャラクターの女の子、めちゃくちゃ好きなんですよ、巨乳好き、大好きです、あ、そうなんだ、なんで、いや大好きっていうか、うらやましいなっていう、それ欲しいなみたいな、はいはい、わかるわかるわかる、感覚で見てます、わかるわかる、いいよね巨乳、でもね、どっちも好きなんだよね私、ユッケとも同じ話したんだけど、なんかそれおっぱいの話ばっかりしてるんだけどどっちも好きなんだよね、貧乳もキャラクターで見てて、あ、どっちも可愛い、あれってアニメの世界の貧乳は意外と貧乳じゃないんですよ、現実世界で言うと、どういうこと、貧乳って、まあ、すごい極端な話をすると、まな板の上に、ちっちゃい梅干しみたいな、ポンって置いたような感じじゃないですか、そこまでじゃなくてもこうね、なんか最近のね、でもね、世の中はねちょっと大きいぐらいじゃね、なんだろう、認めてくれないんだよね、巨乳だって、そうなんですよ、そうなんですよ、最近のね、日本人の女の子は発達してる、あれ調べたんです、悔しくて、そう、ググったんです、なんか近代化して、昔はですね、一昔前は A とか B とか C が多かったんです、そう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 、なんだよね、そう、でも最近になって、C からもう上以上がぐーっと伸びてて、そうなの、なんでそうなっちゃったんですか、けしからん子たちばっかりがいるんだよもうその波に乗れなかったっていうあれ、本当にね、欧米化してんのかな、体型とかも、絶対そうだと思います、なんかおっぱいある子が言う、私そんな大きくないしが、はぁみたいなどのぐらいでそれ言ってるのかな、もうあからさまに私よりでかいんですよ、私女の子のおっぱい触るのすごい好きで、はいはい、ユッケのおっぱいももうやってる、やりましたもん、もうやりました、あの子でかいんですよそうそうそう、でかいでかいでかいってことだ、あの子でかいんですよ、すごい体は華奢じゃないですか、ねね、どこからそんなのつけたのみたいな、で触らせてもらいました、あの子もそんな嫌がらなかったんで、嫌がらなそう、私も今度触るわ、めちゃめちゃ柔らかいっすよユッケのおっぱいめちゃめちゃ柔らかいです、うん、男の人のこういうとこ好きみたいなのある、
あ、お腹がでかい人。え、お腹がでかい人っていうか、あのムチムチしてる感じが好きです。あ、プニプニ、はい、ちょっと太ってる人。すごいでかい人だから、ドテチンさんをもう少し肉付きのいい体型にした感じが好きです。お腹だけ？全体的に？全体的に、あの太ももとかもう結構ムチムチしている人がいい。肉で？肉で。今はね、別に体型にこだわんないんだけど、昔は好きだった。あれ？あ、もう全然わかんないですもん。もう話しちゃってて全然見てない。私も全然見てなかったけど、サウザーか。なんていうんですよね、そこなんですよね。あれ？こうでないですかね。こうはないね。なかなか見れないね。まあそうですよね。たまにとぽわーってなるけどね。見たことないですか。たまにとぽわーってなって、あれサウザーで勝ったことないです。たまにね、あのね、無邪気になる。無邪気っていうか、あのなんだろう、キラキラした目になる。おしさんなるから。あれ無邪気な目なんです。なんかこうすごい輝いてない。あれなんか最後すごい感動的な終わり方するんです。無垢な目してるから、いつも可愛いなと思って。話は再び好きな男性のタイプへ。お腹プニプニしてんのが可愛いみたいな。そう、あのお腹がちょっと垂れちゃってて、このお腹の隙間に手を入れるのが好きで。わかりますか。いや、ちょ、あんまわかんない。え、それはやったことないよな。やっぱちょっとお腹がある程度でかい人って、ここにあるね。あるある。あれ赤い。え、めっちゃこれ熱いやつじゃないですか。結構ね、熱いと思うよ。あと、カットインですよね。カットイン赤だったらもうこれはもらいですよ。ここみ、旅娘始まって以来のチャンス。緑。ああ、緑まで行くだけでも熱い。いや、これでも熱い、十分熱い。放送3回目で大当たりは引けるか。さあ、ほわこの顔ね。イエーイ、当たったー。でも100列なんだよね。まあいいか。こっからですよ、こっからですよ。こっからね、恐怖の連チャン始まるからね。やめてください。なんでなんでやめんの。あ、もう怖いから。やった、当たったよ。おめでとうございます。嬉しいよ、すごく嬉しい。もう当たるだけでいいですね。もうなぜなら前回の放送を見てもらえればわかるから、私がなんでこんな嬉しがってるか。それ笑っちゃうような感じですかね。笑えない全く。全然笑えないから。ポコミ本当におめでとう。黄色来たよ。さっき私黄色ですよ。黄色、これこいつ、こいつ仕事してくれるよ多分。何ですか、どんな仕事するんですか。分かんない。あ、これはあ、チャンス。どうですか。さあ、あら、あ、あ、あらららら、進化。現在の宿泊先はまだ漫画喫茶。ここから抜け出すことはできる。もう一回死んだったら。あーって飛ぶなよ、飛ぶな、飛ぶな、飛ぶな。あら、お、あれ、これ弱攻撃ですよね。これね、弱い。ケンさん、ケンさん。あー、ボタン押せか。ケンさん、ケンさん、レンダー近所の人ですケンさん。あの、なんか発展したんですけど。あら、腹の中
かのガソリンが爆発しました。え、あ、見てなかった見てなかった。まあそんなのもこれこれ言って言って言って。いや私もね見たら当たってた。やったよ。もうまだねまだ出てきてる途中ですからね。前の当たりがどうなっちゃうのこれ。どうなっちゃうの。怖い怖い。え、ちょっと待ってちょっと待って。え、待って待って。ケンシロウリーチ？多分そうだと思います。いやいや、何気にちょっと暑いしね。これね、意外と出ないんだけど当たんないんだよね。なんすかそれ。これで。あ、ケンシロウリーチ。ハッチもポコミに続いて大当たりを引けるか。じゃなくて、これ無双転生だっけ。なんか私のケンちゃん弱いみたいですね。なんすかこれ、ケンちゃんに対する愛ですか。ラオウがね、ちょっと、ダメなんだと思うよ。さっきもユリアリーチでラオウ来たし。あーあー、ST 怖い。このさ、もう残り30切ったあたりからもう当たる気しないんだよ、正直。いやー、わかります。リーチにもなる気がしない。色変わってるからね、もうこの色変えてる時点でもうほんと嫌なんだよ。すげーわかります。残念。あのね、終了でございますね。素晴らしい。彼は三連ちゃん。まあ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 。まあいいんじゃないですか。あれ、トキ兄さんじゃん。トキさん。いつの間にかチャンスのハッチ。トキ兄さん結構仕事してくれる。あら。カットインは緑だけど、ラオ強え。ラオ強。そして ST が終わったここみにすぐチャンス到来。あれ、緑まで行くとちょっと分かんないんだよな。うまい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 、やりました。うまい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 。先輩かっこいい。まあ百裂だけどね。いや、敷いてこれ大事ですからね。そうなんだよ。そうなんですよ。こっからね、 ST 入るから。そうなんですよ。ST 入るから今から77回転の ST ですよね。そうそうそう。難しい。え、4万発ぐらい出そうですか。今から出るかもしれない。温泉旅館、温泉旅館、温泉旅館、豪華温泉旅館。果たして関東の最高級旅館に泊まることはできるのか。次回の旅娘は ST 中のポコミに衝撃が。さらにボーナスチャレンジではあれに挑戦しちゃいます。次回もお楽しみに。旅娘。